はい、さあここからはそんなデビュー EP を制作しながらも、まあ、いろんな出来事があったと思いますけれども、そういったビハインドトークをねちょっと聞いていきたいと思いますが、レコーディングの時に一番大変だった記憶って K さんどんなことありました？レコーディングの時、うん、はい、 K です。そうですね、この楽曲があのオルタナティブロックっていう、うん、あのロック調のサウンドでプラスそのちょっと結構その歌詞をはっきり言わないといけなかったので、あの特にサビを歌うメンバーはもうちょっと大変でしたね。はい、ちょっとだいぶ大変でしたね。だいぶ大変だった。レコーディングブースから出てきた時にみんなこういう声でしたね。こういう声でしたね。お疲れ様です。急にロッカーになって出てきて、はい、ニコラスは出てきて僕のことを見て K4 って言ってました。K4出てました。そもそも声も出ないんだもん。もう声も出ないね。それぐらい声も出ないもう声も出ないね。K4 出てました。